皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さん、あけましておめでとうございます。今日は1月1日、元日になります。 ということで、まあお休みですね。まああの、土曜日なんでもともとお休みなんですけれども、えー、これが土曜日じゃなくても1月1日は、えー、元日。ということで、祝日でお休みになります。はい。えー、まあね、2022年。そして、えー、日本の割引、えー、でいくと、令和4年。ということで、えー、今日からまた新しい年がスタートしました。 えー、昨日はね、ライブ配信をしたんですけれども、えー、YouTube の方に、えー、聞きに来ていただいて、コメントもね、いただいてとても嬉しかったです。はい。えー、今日なんですけれども、まあ、えー、僕らはね、普通に朝起きて、で、まあ、お雑煮をね、食べましたね。はい。あの、写真もね、YouTube の方のコミュニティに載せてますけれども、えー、お雑煮を食べました。 はい、そして、えー、お昼はねおせちをいただきまして、えー、夕方もおせちをいただきまして結局なんかねあのこの元旦元日ですね元旦っていうのは元日の朝のことですけどこの元日1月1日っていうのはね、まあ、朝起きて食べてお茶を飲んで食べてお昼に食べてまたお茶を飲んで食べてそして 夕方、またご飯を食べてみたいな感じで、まあ、ずっと食べて。あの、僕はもう今はちょっとお腹がいっぱいすぎて、ちょっと気持ち悪いぐらいなんですけれども、えー、まあ時間は今だいたい夜の10時ぐらいですね。まあ、10時になっても、まぁ一日中食べたこともあって、すごくこう、お腹がいっぱいのこう満腹感ですね。まあ、満腹感というのはお腹がいっぱいの感じがずっと続いていて、えー、っと、やっぱり気持ち悪いですね。<laughs> まだ寝れないっていう感じですね。 このまま寝たら、えっ、ー、と、なんか胃もたれって言って胃がね、疲れちゃって、なんか本当に具合が悪くなってしまいそうな感じがしますけれども、うん。皆さんはどうでしょう今、えー、まあ夜のね、10時ということで、えっ、ー、と、まあ世界中ほぼ、どこもね、えっ、ー、と、年が明けたんじゃないかなと思うんですけれども、 えー、まあ、ライブとかしててもね、面白いなって思うのは、やっぱりこの時差がね、あるので、日本が先に年を明けても、えっ、ー、と、一部の地域ではまだ、えー、12月31日です。まだ2021年ですっていうのがね、あったりして、あの、それがとても面白いなっていうふうに思ったりしてました。はい。あのー、まあ、皆さんのね、あのコメントをいただいたり、えっ、ー、と、まあ、この明けましておめでとうございますっていうね、えー、メッセージを メールとかでいただいたりしてね、あの非常に嬉しいなと思ってます。あの、本当にね、気持ちのいいスタートができていて、えっ、ー、と、まあ、僕らね、二人とも、えー、楽しく、えー、拝見させていただきました。拝見っていうのは、まあ、見させてね、いただきましたっていうことなんですけれども、はい。えー、今年からですね、えー、まあ、目標があって、まあ、あの、僕はいつも、この1月1日とか、 1>, 1月2日に、えー、今年の目標とかをね、立てたりして、まあそれを、えーま、だノートに書くとかね、まあこうやってポッドキャストでお話しするでもいいですけれども、えー、それをまあ、えー、この1年をかけてなんか達成できたらいいなっていうふうにいつもね、考えているんですけれども、はい。今年はですね、ちょっとまあ目標をいろいろ考えているんですが、このポッドキャスト、 えー、この EasyJapanese Podcast に関してはですね、えー、エピソードを毎日更新する。なので、エピソードを、まあ、365エピソードになるってことですよね。あの、今年の終わりに。そして、ライブ配信を100回やりたいっていうのを、まあ、目標にしたいなと思っています。はい。で、えっ、ー、とね、奥さんとね、二人であの、お話をして、 ちょっとね、あのー、まあ、決めたっていうかね、今年はこういうふうにしようって考えたんですけど、今まで不定期だった。不定期っていうのは、えっ、ー、と、時間とかあの日にちを決めずに、まあ、いわゆるランダムでやっていたね、あのー、ライブ配信なんですけれども、それを、えー、月曜日と木曜日の、えー、日本時間の夜の8時から9時までということに、 決めようかなと思っていますはいあのそうすることによって聞く人もあの時間をねあの参加しやすいんじゃないかとあの聞いていただく皆さんも参加していただきやすいんじゃないかっていうのもあるしあとあの僕らも、えー、とこの月曜日と木曜日の、えー、8時からって決めた方がこう他の予定とかを決めやすいしあの、まあ、何かと動きやすいということで で、そうすると、えー、週に2回が、えー、まあ4、1ヶ月ね、4週間あるので、月に、えー、8回ですね。ということになって、1年間は、えー、12ヶ月あるので、えー、8×12 で96。まあ、普通にやるとね、なるんですよ。で、あと4回は、多分、なんでしょう <laughs>。どっかで、まあ、例えば、クリスマスとか、えー、元日とか、えー、 まあ元日は今日ですけど、あとは大晦日とか、まあ、どっかでね、あの、4回プラスをして、えー、なんとか、そのライブ配信を100回行きたいなと思ってます。で、えー、先ほど言ったように、この木曜日と月曜日ですね。 月曜日と木曜日の夜8時から9時以外にも、えー、まあ、ライブ配信をする時もあるかもしれませんが、その時はまたお知らせするっていう形で、そっちはね、今まで通りに不定期で時間や日付を決めないで行っていきたいなと思っています。基本的には、えー、この月曜日と木曜日、夜8時からは、えー、僕と、えー、奥さんと2人でお話をしていきたいなと思っています。 はい。ということでね、えー、まあライブ配信ぜひ聞いていただきたいので、えー、まだね、チャンネル登録がまだの方は、YouTube の方でね、チャンネル登録をして、ぜひライブの方を聞いていただきたいですし、あのー、質問をね、受け付けているので、いつも。例えば、えー、ライブのテーマに関係のないことでも、ぜひ質問をしていただいて、えー、そこでまああの、我々とね、僕らとコミュニケーションをとっていただけたら、 とてもあのいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあ、それが、あの、まあ、この新年の目標の一つっていうところですね。はい。で、あとは、えっ、ー、と、まあ、どっかでね、こう動画のエピソードもぜひやりたいなっていうのは考えているんですけれども、はい。それを、まあ、ちょっとどうしようか悩んではいるんですけれども、あの、まあ、ちょっとこの形にして、1月は時間があるので、動画エピソードをどういうふうにしていくかっていうのも考えていきたいなと思います。 ただね、まあ、あの、二人でもね、ちょっとよくよく話し合ってみたんですけど、動画のエピソードを、あの、たくさん毎日更新するっていうのは、やっぱりスケジュール的に、あの、ちょっと難しいということで、あの、僕らいつもね、この時間、あの、なんだろう、時間ができるのは夜のこの時間になるんですけど、 だいたい9時、8時とかそれぐらいなんですけど、その時もうすでにね、あのお風呂に入って、あのもう寝る時間、寝る支度をしてるんですよ。なので、あの、そうするとこう見た目がこうね、もう寝ますって感じの <laughs> 見た目になってしまって、まあ奥さんとしてはね、あのお化粧もしないといけないし髪型もみたいな色々あるので、なかなか難しいよねっていうようなお話をしていて、まあそれもあって、あの、まあこの、 音声の方がやりやすいということで、まあ、毎回必ず続けてやるのはライブ配信にしましょうと。あと、普通のエピソードもあると思いますけれども、まあ、それと、あとは、えー、まあ、なんかね、どっか、えー、旅行に出たりとか、なんか遠くに行ったりするときには動画のエピソードをするのもいいかもしれないねっていうような話をしてます。まあ、それが週に1回になるのか、えー、どうなるのか、まだちょっとねあの、調整していく必要がありますけれども、えっ、ー、と、 あとは喋る練習をしなきゃいけないですしね。あの、ちょっとまだ、もう少し、あの、発表までは時間がかかるかもしれないですけれども、ぜひ、あの、待っていていただければ嬉しいなと思っています。はい。ということで、今日は1月1日、元日。ということで、皆さん、本当に改めて、新年明けまして、おめでとうございます。また今年も、e、Easy Japanese をよろしくお願いします。 とということでまた明日以降のエピソードも、えー、楽しみに待っていていただければ嬉しいなと思いますではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト YouTube のフォロー チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回のイーズジャパニーズでお会いしましょうではでは